どうぞよろしくお願いします。では早速ですけれども、今日は応援弁士として坂東忠信先生をお招きしております。坂東先生といえば、北京語通訳捜査官として警視庁本部でずっと勤務され、日本の対中研究の第一人者でいらっしゃるとともに、偏向報道の中で迷走する日本の真相に深い洞察で切り込まれています。今日は移民政策の問題点、こちらのテーマでお話をいただきます。坂東先生、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。本日は一番気温が高いお暑い中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日ご紹介いただきました坂東忠信と申します。私は18で警察官になりまして、そこから交番勤務から機動隊に行って、機動隊でちょっと元気が余ってたんで、成田空警隊という全国の機動隊の一番激しい奴らが集まるところに飛ばされましてですね、でそこで、訓練して帰ってきた時に、ちょうどイラン人がいっぱいでした。その時は平成、2年か3年ぐらいだったかな、それぐらいだと思いますけど、でそのあたりでこれは北京語を勉強しとかなきゃいけないなと思ったんですね。イラン人見て北京語を勉強するっておかしいですよね。なんでかっていうと、イラン人だと見た目が違うんで、片っ端からばっかり職質問されると、これはいなくなるだろうと思いましたので、じゃあいなくならないやつは誰かなと思ったら中国人だなと思ってですね、それから毎晩、機動隊の勤務の時に皇居の周りに機動隊って配置されるんですけども、そこの周りで、立ったまんまその前の日に聞いたラジオの単語なんかですね、ラジオ北京語講座というのを当時やってましてですね、また音楽がすっごい暗くてですね、朝の6時ぐらいから始まるんですけども、6時にスイッチ入れたらもう10秒後にはやる気なくしそうな暗い番組だったんですけどもね、でそれをそれでもなんとか覚えて、やつを今度夜立ちながらですね、ちゃんと周りを警戒しながら北京語でブツブツ言ってたりとかしてたら、まあ小隊長がですね、なんだお前やる気あるなって、ちょっともううまいじゃんかとか、ブツブツ言ってたら聞こえてたらしいんですよね。なんだうまいじゃん、何語とか言って、何語かも分かんないのにうまいじゃんって言ってくれるんですよ。なんかできた方だなとか思ったんですけども、北京語ですと言ったら、そしたら今日は第五機動隊の代表でお前行ってこいって言われまして、行きましたら、その時には総監賞かな、その時総監賞になりました。で調子こいて、その後今度は警視庁の代表で、語学教養課っていうところ、警察庁がやってる語学教養課っていうところに行けって言ったら、これまた元気のいいやつらがですね、各県代表してきて、ぜひ次の当初は必ず警察庁長官賞は我が県に持ってこいと、各県警の一番トップの県警本部長と弁当食ってきたようなやつらと一緒に2年間泊まり込みで勉強しましてですね、もう大変でした。ちょうどその時には詰め込み教育が否定されてですね、ゆとり教育って言われてるんですよ。ゆとり教育って周りは言ってるのに、なぜか語学研修科の中でですね、明日までに山手線一周を全部北京語で覚えてこいとかするから、むちゃくちゃでしょ。で、それ必死になって覚えてきたら、今度、明日までに中国の、各省ありますよね。あと省と、それぞれの省の中の一番の都市ですね。これを覚えてこい、全部北京語で書けるようにしようとかですね、そういう教育をですね、約2年間受けてきたんですよ。もう大学入ってた人たちもですね、まあ8割方大卒だったんですね。私高卒なんですけど、その大卒の皆さんであっても大学の入試でさえこんなに勉強したことはないと、これ気狂いそうだって言って実際に気狂っちゃった人とかいるんですよ。本当に文字を書こうとすると手が勝手に震えちゃってですね、もう文字書けなくなっちゃったりとか、あと順位派遣ができちゃったりとかね、なんかすごい副作用があるような勉強をしてましたね。でそこから出てきましたら、今度は北京語通訳捜査官と、まあ、その時の、語学教養課の、成績がちょっと良かったもんで、警視庁戻りましたらボロ雑巾のように使われまして、夜でも呼び出されると。
で署で、中国人の扱いなんかがあると副署長からバンバン電話が入ってきて、で夜にちょっと散歩して帰ってきて、夜中に家に帰ってみたら二十何件留守番電話に入ってて、で今からそっちにパトカーやるからとかですね、あと寝てる時にいきなり電話がかかってきて、で一応電話受けるんだけども寝ぼけてますから、ここに電話あって、ああもしもし、今から今中国人捕まったからお前とか行くからちょっとすぐに出られないんじゃなくて、ああじゃあって切ってそのまま寝てたりとかですねそしたらなんか遠くのピーポーピーポーってうーとか聞こえてくるんですよ。でだんだんうちに近づいてきちゃって、あやべえやべえと思って、もう半分寝ぼけてますからね。そしたらもうね、近くに来ると消すんですよ、パトカー音をね、うーっていうのを消して、それで赤灯だけつけてくるんですね。でそうすると周りの団地の皆さん、ほら窓がピカピカって赤くなるから、みんな心配にかかって見てみるんです。そしたら私も泊まってる、私が住んでるその感謝の前にパトカーが来て、警察官が2人が走ってきて、バーッと走ってきて、で開けろバン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 って言ってます何やってんだお前早く来いとか言われて、それで半分寝ぼけながらスーツ着てで出ていくと、そうするともうこっちもフラフラな状態ですから、あすいません、さっき何だか電話もらったような気がするんですけど、いいからいいからまず乗れとかって言われて、こっちとこっち捕まえてですね、パトカーにこうやって乗せられるのは周りの団地の皆さんがこうやって上から見てるとそれは人ね、それは前にも夜中に帰ってきたかと思うと、朝に帰ってきたりとかするし、たまに歩きながら電話で北京語で喋ってるし、言ってんですよ、みんなね。まあ、そういうようなことがよくありましてですね、こんなおっさんになってしまいましたけども。今日お伝えする内容はですね、まあ、そういった経験の中からですね、移民政策というのが進んだらどういうふうになってしまうのかというお話も大切なんですけどもね、そもそもなんで移民政策を取ってるのか、でなんで政府は移民政策とそれを言わないのか、そのお話をちょっとしたいと思います。何といっても参政党さんの講演ですから、普通の講演のつもりで私来てないんです。応援するからっていうんじゃないですよ。参政党って文字通り政治に参加するわけですよね。ですから誰か議員を送り込んだらそれで勝ちっていうんじゃないんですよね。送り込まれた議員というのはそこから個人的なパフォーマンスやるわけじゃなくて、参政党の党員の皆さんから吸い上げた意見をもとに何を質問するか、いろいろ作戦を立てながら考えていく。それと同時に、参政党の議員ではない皆さんもそれを支えて一緒に政治に参加をして政治で戦っていくという党なんですね。ここ自民党とかと違いますね。自民党の党員なんてだってなんて言って言っちゃあれだけど、この中に自民党の支持者がいますよね。いても大丈夫です、いても大丈夫ですよ、はい。自民党の党員というのはほとんどはまあお金消費は払いますよね。でもポスター貼りとかしないんですよ。してるの見たことないでしょ、あんまりいないと思いますね。あとビラ配ってる人、そういう人が、ね、いないんですよ。自民党は党費はいっぱい集まる、でも党員として活動する人がいない。私は党員というのは活動家じゃないといけないと思うんですよ。党員とは活動家でないと戦えないです、党は。で、お金だけ集めて、で、自民党が誰の意見を聞くかっていうと、党員の意見というよりも、自民党にいっぱい協力してくれている企業の方々、票で協力してくれる企業の偉い人のお話とかを聞くんですね。まあ、それは確かに多数決の世の中ですから、全体まとめてくれる人のお話を聞くのが一番手っ取り早いんですけども、参政党さんはそうではないわけですからね。ですから私は今日お話しするのは、移民がなぜ増えたのかだけではなくて、じゃあ移民をどうやったら止めて、少子、この移民の問題の根本になっている労働力不足と少子化を解決できるかというところでちょっとお話をしたいと思います。まず今の移民の状況なんですけれども移民というのはですね、そもそも何をもって移民というか皆さんご存知でしょうか。当てないんで大丈夫ですよ。当てないですから、移民ってどういう人のことを言うか分かる方どれぐらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてください。移民とは何をもって移民とするか。はい、少し上がりました。ちょっと嬉しいです。移民というのはですね、国連人口部の定義によりますと、主権を持っている自分の国籍国、自分の出身地、また国籍国って書いてあるんですけども、まあ、国と認められない国がたまにありますよね。まあ、例えば台湾であるとか、国連では国というふうに認めてはいないわけですけどもね、北朝鮮であるとか、まあ、そういった出身地もしくは主権を持っている国から
国を出て海外に1年以上滞在している人のことを移民というんですね。ただこの、定義というのはいろいろありますので、1年とか書いてないところもあるんです。生活の拠点を海外に移している人のことを移民というふうに言ったりもするみたいなんですね。で、日本では移民って言わないんです。なんでかっていうと、安倍政権時代に日本、自民党は移民政策は取らないって言ってたんですね。だから移民という言葉は今使えないんですけども、そもそも移民の定義というのは先ほど申し上げた通り、まあ、1年以上であるとかね、生活の拠点が完全にこっちにある方。具体的に言うと、ホテルではなくて、自分でアパートを借りたりとかしてる人。これを移民というわけですから、移民は実際にいるんです。で、具体的にはどういう人たちがそれに当たるかと言いますと、資格別で言うと、短期滞在者。短期滞在者っていうのは90日以内に帰らなきゃいけない人ですね。で、90日を超えて日本にいる人のことを、中長期滞在者っていうんです。で、これプラス、世界には類例がない特別永住者っていうのがいるんです。その国、自分の元々の国の国籍を持ったまま、代々、その国籍で日本に入れるという不思議な人たちがいるんですね。これを集める、この短期滞在者以外の外国人を在留外国人というんです。日本では移民と言わないけども、移民と在留外国人はほぼ同じ意味になります。この人たちが今、3月の末の段階、去年の末の段階で276万飛んで635人もいるんですよ。これすごい数ですよね。で、この他に、移民これプラス短期滞在者を入れると短期滞在者が、こんだけいます。71,771人ですね。これぐらいの人たちがいて、これはまあ移民とは言えないんですけどね、こんだけの人たちが今日本にいるんです。で、資格別に見ると永住者がこんだけいます。全体の3分の1近い 30.1% もいるんです。もうこの人たちは5年に1回更新するだけですから。でもこれね、減らないんですよ。永住者って死なないと、ずっと日本にいるわけですから、どん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 他の資格から永住資格を取って、それで更新だけすればずっといられる、でも帰化はしないよっていう人たちですね。これが今もう 30.1% 全体のですね。で、その他にこの特別永住者っていうのがあります。これが一つ問題です。この特別永住者っていうのは、戦争の前からずっと日本にも、いた 99% は韓国朝鮮系の人たち。残りの 1% っていうのは台湾から来てる人と中国大陸から来てた人がいたんですね。この人たちが、戦争が終わった時に日本は台湾と半島側を、もう手つけない、話しちゃったんだよということで、じゃあそこから来てた人たちは元々の国にお帰りくださいということになってね。で、本当は帰らなきゃいけなかったんだけども、でも今までね、1世代2世代にわたって日本にいたわけですから、特別にいてもいいですよっていう話が、だんだんその子孫までいてもいいですよって話になっちゃったんですよ。でもこの特別永住者はその子孫まで入れていいのか。この特別永住者になるとメリットが一つあります。外国人の場合には、まあ、永住者であれ、他の資格であれですよ、ここに技能実習とかこうやっていろいろありますけど、留学生であっても万引き一件やっただけで帰らなきゃいけない状態になるわけですね。で、捕まったり不起訴になったりとかすると次の更新ができなくなってお帰りくださいと、それでも帰らなければ強制送還ですよとなるんですけども、この特別永住者、いまだに日本に代々その国籍のまま、韓国籍、北朝鮮籍のままで代々いる人たちであっても、この人たちの場合には強制送還ないんです。国交に影響するような大きな重大な罪というのを起こさない限りは、そういうふうに認定されない限りは強制送還されないんですよ。日本人何人か殺した程度では強制送還されないんですよ、これそこの点はまた別の機会にね、その犯罪、どれぐらい外国人が今までどこの国のやつが日本人を過去10年何人が日本人何人を殺したかっていう、ね、表とかね、そういうのは私は公的機関に求めたりとかするんで、完全に警察庁は私のことを警戒してますけどね。で、この特別永住者に関してはね、人種差別撤廃条約っていうのがあるんです。
何が書いてあるかというと、まずその人種差別撤廃条約の第1条に人種差別とは何かという概念が書いてあります。ここに書いてあります。読みますね。この条約によって人種差別とは人種、皮膚の色、性形、要するに、血統ですね、または民族もしくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限または優先であってとあります。優先されることも人種差別なんです。ここに書いてありますからね。もっと簡単に言うと、人種差別とは世系、要するに血統または民族もしくは種族的出身に基づく優先、これが人種差別です。そうですね。で、この特別移住者というのは国籍離脱者とその子孫まで含まれている。要するにこれ世系、世襲の国籍とか、なんか血統によって特別永住者って決まっちゃうわけですからね。それが他の資格に比べて優先されてるわけですよ。強制送還ないんですよ。だからこれはね、人種差別撤廃条約に違反してます。で、日本が批准した以上は日本の憲法よりもちょい上にあるわけですからね。日本は未だに差別国家です。これを見ると、これをある国会議員の先生にこうですよねって言ったら、うん、そのようにしか見えないねって言ってましたね。で、その先生が、法務省じゃないんだけど他の官僚にちょっと聞いてみたんです。これをそしたら間違いなくそうだろうという話になったんだけども、そこから先に進みません。なんでかっていうと、これを明らかにしてこれで、世界的な条約に違反しているとなったら是正しなきゃいけないでしょ。是正するっていうことは、この人たち、日本に今に、3代目4代目ぐらいまでいると思うんですけど、この特別移住者、この人たちを帰化するか、それとも帰ってもらうか、どっちか決定させなきゃいけないような状況になると、この特別永住者の中で今一大勢力を持っている半島の皆さんがどうなるかは、どういう行動に出るかは分かりませんよね。でもやらなきゃいけないと思います。こうやってここに批准してるんだから、私はそれがまず一つの大きな問題だと思いますし、実際にこの移民政策戦後からやっていて、国籍も変えないままいていいよって、これ完全な移民ですから、これ失敗してると思いませんか。してますよね。そういうことなんですよ。で、現在の日本の総人口というのは、ここに書いてありますけど、1億に、2550万2000人いるんだそうです。令和3年10月、去年の10月の段階でね。で、ちょっと時期は違うんですけども、在留外国人については、さっき言ったみたいに276万635人プラス、ここに書いてある、さっきの、ちょっと、ありますけども、不法滞在者6万人以上がいるんですね。これとこれを合わせると282万人なんです。280万人超えてるんですよ。で、総人口っていうのはこれ外国人も入ってますから、この中のこの割合っていうのは 2.25% です。これは短期滞在者入ってないんですよ。ということは 44.4 人に1人が外国人です。今日本ではコロナになってからみんな帰ったと思ってるけども、中長期滞在者については、もう生活拠点がこっちにあるんでみんな帰ってないんですよ。少しは帰ってますよ。来なくなったのは短期滞在者、しかも、日本人と、似てる外国人が非常に多いですね、日本の場合には。ちょっと待ってね、さっきのこれ見ると、中国が 26% でしょ、韓国が 14.8% でしょ、あとのまあベトナム人とか見ては分かりますよね。これとこれ合わせると26と14、30、40% ぐらいですよね。だいたい4割ぐらい、4割ちょいぐらいいるわけですけども、残りの6割っていうのは、日本人じゃないように見える外国人でしょ。でもここら辺は分かんないんですよね、私たちは。だからそれは一緒にいても外国人が今日本にこんなにいるっていうような感覚がちょっとないかもしれませんけども、実際にはこんだけいるということなんです。で、これだけ外国人がいっぱい入ってくるとどういうふうになるかというのはですね、実は私は、警察にいた時にそのプチ体験というかですね、まあ、行った先がですね、北京語を喋れるもんで激しいとこばっかりに飛ばされちゃってですね、最初
警察学校なんですが、ゴルフ協会やってから出てきて、最初通訳センターで、都内の各所に飛ばされて、いろんな外国人の扱いを経験しました。でそこから今度は移動して警察署に行ったのが、池袋警察署ですね。もうお前は激しいところにしか行けないからなって言われましたけどね。で池袋警察署に行って、これやっぱりあそこも激しかったですね。もうあの池袋南、西口東口ってあるんですけどね、どこ行ってももう交番勤務員が足りないような状況で、もう毎日あの集団の喧嘩とかね、日本人だけでも喧嘩とか結構あるんだけども、また外国人が喧嘩したりとかですね、そういったところなんかも扱ってまいりまして、その後はまた通訳センターに戻って、その後小岩警察署、これは超、規模が小さかったんだけど外国人いっぱいすぎちゃってですね、一番ハードだったのは小岩警察署でした。その次の新宿よりも、まあその後新宿に行ったんですけどね、そこでどういうふうなあの移民、要するに外国人が増えてくるとどういうふうになるのかっていうのをちょっと不体験してきたわけですよ。どういうふうになると思います？まずいっぱい人、あの彼らが増えてくると、まず仕事場を探しますよね。彼らは自分で仕事を探さないです。自分と同じ出身地、まあ、私の場合中国人にしか、中国人ばっかりやってたんですけども、自分と同じ出身地の中国人に頼んで仕事を探してもらいます。で中国人ってその人に何か手伝ってあげるとその後株が上がるんですよ。お金もそうです。お金も貸してくれないかなって言われたら、結構ねあっという間に集まってくるんですよ。100万持ってなくても100万ちょっとないかなとかって言うと、おお俺に任しとけって俺のすごいとこ見せてやろうとかって思うんですよね。そいつ100万なんかないんですよ。ないんだけども、そいつの友達に言って、おお俺の友達がさ、このバンドってやつがなんか100万欲しいって言ってんだけどもさ、なんとか50万ぐらいなんとかなんないよお前って言って、そういうふうに言うと、おいいよって、じゃあ俺のすごいとこ見せてやろうって言ってお金が集まって、信用があればですよ。信用ないと全然そうはいかないんですけどね。であっという間にそうやってお互いにお金の貸し借りが始まったり、それであっという間にお金も集まるんです。それと同じように人づてであっという間に仕事も見つかります。あと住むところも見つかります。そうすると住むところの割と近く、あ違う違う、仕事場の割と近くに住むところを見つけて定着しますよね。だから中国人が増えてくると、さらにその周りに中国人向けのお店もできてきます。中国人しか使わないような食材とかですね、上海ガニとかね、どこから持ってきてるのか分かんないけども、池袋に置いてあるんですよ、上海ガニとか、ちゃんとこうやってぐるぐるに巻いて、こんなになっちゃって、どこから持ってくるのか分かんないんですけどね、ちゃんと生きてましたよ、つっついたら、ピヨってなってましたからね。そんで、そういうような状況になってくると、どん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 集まってきます。そうすると、今度は、住む場所を安くするために、一人契約のアパートに、2人3人で入るんですよ。そうすると1人が2つぐらい仕事を持っていると、そのアパートをいつも3人が2往復3往復するわけですよね。で3人で過ごすとなかなか声がでかいです。彼らは日本人のこういう声で喋るのだと私たちは無意識のうちにスルーできるんですけども、中国人の声の音階っていうのは姿勢って言ってね、姿勢、あ、この中で中国語やったことある方います？どれぐらいでしたか？はい、はい、ありがとうございます。姿勢って言って、まあ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 のこの4つの上がり下がりと発音がくっついて、北京語になるんですけども、日本語のこの声で、例えば、ニハオ、ウォシュウパ、ドンドンシー、こんにちは、ファンドタダルですって言っても、ちょっと聞こえにくいし、あと、ニハオ、これくらいの声でこうやって言った方が中国人らしいでしょ。中国人が日本語をしゃべるといつもこれくらいの声でこうやってしゃべっている人は見たことないですか？ありますよね。だからディズニーランドとか行くとすごい耳につきますよね、中国語とかってね。それと日本語をしゃべってる中国人だって何人かね、ネットとかで多分皆さん見たことあると思いますけど、癖が抜けない人いるんですよね。これぐらいの声でこうやってね喋るから、そうするとね元気になるんですよ。元気っていうかちょっとテンション上がってくるんですよ。今日ね皆さんお帰りになったらそれぞれのご自宅でね、声を1オクターブ上げてちょっと喋ってみてください。ただいま今帰ったよ、今日のご飯なんだとかって言ってたらですね、
これね、20分ぐらいで夫婦喧嘩になります、ね。うん、そうやってみんな元気出るんです。中国人って何食ってて元気いいんだろうって言うんだけども、お互いに会話することによってお互いにハイテンションになれる、そういう言葉なんですよ。このぐらいの声でニーハオって言ってもこれ伝わらないから、はっきりと上と下の差をはっきりとつけてニーハオ、こういうふうに言うんですね。それをやってると元気がいいんだけども、一人契約のアパートに3人もいて、この声の高さでバタ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 やってたら、周りの日本人だってうるさくてアパートから出ていっちゃうんですよ。まあうるせえなって、特に区学生なんか安いとこ住んでるじゃないですか。区学生って今いるかどうか分かんないけども、まあみんなね、若い人たちお金ないから安いアパートに住んでたりとかすると、まあ多分なんで一人契約で俺入ってんのに、隣の部屋だって一人のはずなのに、なんでこんなガチャ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 うるせえよ、あんな高い声で喋ってんだよと思うと、さらに今度は彼らは、きちんとゴミを片付けない。それだけではなくて使う食材が違うので、パクチーとかね、日本人はあまり食べないような食材で料理作るんですね。でそれをちゃんと処理しないから生ゴミの匂いが違うんですよ。日本人の生ゴミ、日本人の生ゴミというか日本人が出す生ゴミと彼らが出す生ゴミの匂いがまた全然別物です。で臭いし、うるさくなってくるし、夜中まで騒いでるし、かと思うと仕事に行くって言って夜中もどこどこ歩くし、そうすると日本人はもう嫌ですって言って出ちゃうんですね。そうするとまたそこの隣の部屋が一つ空きますよね。でさっき言ったみたいに中国人の友達同士で、今度はどっかちょっと部屋探してんだけどどっかないっていう話が来ると、いいよって、俺も大家さんに掛け合ってやるよって言って、で実際にそこに入るんです。でそこ一人で住んでると、月々例えばすごい安くて月々6万とかだったら、2人で入ったら3万ですよね。3人で入ったら1人2万ずつで割れますので、また友達が増えてくるんですね。じゃあ大家さんはそれでいいのかって思うでしょ。大家さんとしては日本人なんか入れて月々6万のそんな安いアパートでもお金払えない人がいたりとかすると、追い出せに追い出せなくなっちゃうから困るけども、多少うるさくても確実に毎月6万円払ってくれるんだったら、多少うるさくても目つぶります。でそうやってアパート丸ごと一つが中華アパートになっちゃうんですね。でそういうふうになってくると、明らかにおかしいと他のところからも100トンが入るようになってきます。なんでかというと、まず外から見ると換気扇を洗わない、自分たちでお金を貸そうと思って中華料理作るけども、油すごいいっぱい使うんですよ。そうすると換気扇油でビトビトになるんだけども、換気扇洗わないから外の方にビドンって出てくるんですよ、油が。うん、それと部屋の中がギトギトになります。床までギトギトになる。そうするとね、部屋の中で靴履いてる、うん、でうちらはガサって、捜索ね、ガサに行くときに入るじゃないですか。刑事さんってテレビみたいに靴のまんまでダカダカって入んないですから、気圧は開けろゴンゴンってやって、開けたらちゃんと靴を脱いで、こんにちはって警察ですって入ってくるんですよ。ところがね、床もベタベタなもんだから、こうやってこんにちはって私も入りましたけども、靴下が引っ張られるんですよ、ニューンニューンビトンニューンビトンってなっちゃって、うわ失敗したと思って初めて行った時はね。だからちゃんと替えの靴下を持ってガサに行かないとダメだったりとかね、そういうような状況になってくるし、あとゴミもちゃんと捨てないですから、分別しないから置いてかれちゃうでしょ。それで日本人だったら自分が出したゴミが置いてかれちゃったら、ちょっとやべえなって思うじゃないですか。で引き取ってまたちゃんと分別するんだけども、それをしない。もう自分の力一旦出ちまったものはうちのゴミじゃない、そういう考えなんですね。でしかも部屋の中でちゃんと係を決めない。3人でいても、誰がいつ掃除するとか、そういう係は決めないんです。なんで決めねえんだよっていうふうに言ったら、そんな係なんか決めたら喧嘩になるじゃないかって言ってましたね。そういう考え方なんですよ。係を決めてやらないから喧嘩になるんだよって、係を決めるとお前の係だろうとか、いやお前この間やんなかったじゃないかって喧嘩になるから、係を決めないので、最終的には耐えられなくなっちゃった人は片付けるしかないんですね。でなんでお前部屋の中でまで靴履いてんのって、俺たちだってこうやって靴下とかってきてくっついちゃってんじゃねえか、どうすんだこれって言ったら、だって靴履いてないとお前みたいに足の裏くっついちゃうじゃんか、しょうがねえだろとかって逆に怒られちゃったりとかするんですよ。そういう世界がちょっと違う人たちがね、街の中に増えていくと、今度は店の中
中国人が集まる店っていうのがあるんですね。そういったお店なんかにも今度情報、そういったところに情報を取りに行けなくなっちゃうんですよ。例えば具体的に言うと、町のおまわりさんが昔の普通の日本人の商店街だったら自転車で回りながら、あおばちゃんこんにちはとかで、どう最近なんかやべえやつ着てないっていう話をしたりとかするとね、そうすると、あこの間ね、あのトレンチコート着てなんか足だけ煙じゃらの足出しておかしいおっさんだなと思ったらガバッとかやるのよとかって、そういう話が聞こえるわけなんだけども、中国人相手にこの話できないですよね。北京語だから、あしゃまとか言われちゃって何言ってるか分からないような状態、そうすると把握できなくなってきますね。それと同時に警察が入っていけない、警察が何かトラブルがあっても入っていけないんです。なんでかっていうと、そういう街になってくると、いろんな中国人も日本にいて、例えばいろんな手段で来るやつがいるわけですよ。今密航者って少ないですけども、オーバーステイのやつもいれば違う旅券を持ってきてるやつもいたりとかして、おまわりさんがその場にいると非常に気まずい状況になるようなお店って結構あるんですね。そういうお店で例えば喧嘩なんかが発生した場合にも警察は呼びません。じゃあどうやって解決するかっていうと、言葉が通じて、あとから参考人調書だなんだって呼び出しかかったりとかしないような、同じ民族の警察兼、自治会長みたいな、ちょっとまあ要するにその地域の実力者みたいなのがね、腕力の強いやつが頼りになってくるわけですよ。問題があるとそういうところに電話をして、でちょっとちょっと来て来てって言って、で警察官だったらね、そこ入っていくだけでみんなビビるじゃないですか、お店の皆さんが。でもそういう人たちだと全然同じ中国人だと思うし大丈夫ということなんですね。じゃあヤクザどうしてるのかというと、ヤクザは暴対法の関係でね、これ昔は頼ってたみたいなんですよ。今もある程度頼ってるのかもしれないんですけども、私がいた頃には私の協力者だった中国人がね、私に電話してきまして、それでそれ一緒にお茶飲んだ時かな、お茶飲んだ時にヤクザに金を払ってるのにヤクザがきちんと働いてくれないから、あんたからきちんとヤクザに働くように言ってくれって言ってた。むちゃくちゃなこと言うなとか言って、だってこんな話警察沙汰にしたくないんだけどもって言ってるけど、いや俺警察官だからって言ってるんだよね。俺警察官だから警察沙汰にしたくないって、おめえ舐めてんのかこの野郎とかと思ったんですけど、ただヤクザが月々3万円払ってると、要するにケツ持ち代って言ってね、払ってんだけども、店の中で、そいつはパブやってたんだけども、店の中で中国人がやっぱり来て暴れると。で、暴れた時に電話をして、そのケツ持ちのヤクザに電話をして、すいませんって、今ちょっと来て暴れてるやつがいるんで、助けてくださいって言ったら、そしたら、暴れてるの誰だって言うんだ、中国人来て暴れてるよ、大変よって言ったら、トラブルは警察に電話しろ、ガチャッと開いちゃうって、3万円払ってるのにですよ。まあ、暴力団もですね、今時では変なところに首突っ込んで、それで捕まっちゃったりなんだりすると、今度その親分まで管理者席に行くじゃないですか。で、下手するとその上まで行っちゃうと、もう指とかなんとかっていう話じゃなくなっちゃうんですよ。だからね、みんな怖がってるしね、上の方もそんなことで自分までつながってきたら大変なんで、そういう中国人とあんまりするんだよと。いうようなお達しが出ているところもあるというふうに聞いています。そういったいろんな状況が出てくると、各そのお店の周りとかでですね、今度お店のそういうのを俺がまとめてやるからっていうような、その地元のグレン隊みたいなやつらがいくつか出てきて、それで喧嘩になっちゃうんですね。今度はで勝った方が今度地域をまとめるんです。というふうになったときに、警察官は全然一人に当たっても情報を取れないから、じゃあ誰に情報を取りに行ったらいいのかというふうになると、その地域のリーダーの中国人、リーダーの外国人に聞くのが早いという話になりますよね。でそこで会いに行っちゃダメなんですよ。そこで会いに行くと、あいつは警察官ともつながってていろいろ人脈持ってんだなということで、そいつの勢力がさらに伸びちゃうんですよ。難しいでしょ。だから私もね、協力者作るときに本当にいろいろ工夫しました。いきなり行って体当たりで行ったりとかするとね、本当に危ないんで、何に巻き込まれるのか分かんないし、ちゃんとした協力者になってくれるのか分かんないし、私の前で協力するって言ってもどこで話を通じてるか分かんないから、そういうところもあるんですね。そういうふうになってくると、もう完全に警察官が入っていけないような独立したエリアができちゃう。
で、そういうなっちゃうともう手遅れですね。そこの地区の中には警察官入っていけないような状況ができてきたりとかして、外国はそういうふうになってるんです。で、警察官の、そういった、警察権力も及ばないようなところは俺たちが勝手に、自治するからっていう話になっちゃって、警察官も入っていけない。そうすると今度そこで暴動が起きちゃう。暴動が起きたり、そこから今度は政治家を出そうとかですね、いろんな方法が、いろんな方向にこう伸びていっちゃうんで、そういうところは私非常に危険だと思いますね。で、それとそういう外国人エリアができてくると、その地域の小学校に外国人がいっぱい入ってきます。で、日本人は外国人の子供が来ても日本の学校なんだから日本語で教えるとかってそういう考えしないですよね。外国人の子供が増えたんだから通訳の先生準備しなきゃいけないかとか、外国語で教える先生が必要かなとか言っちゃって、ね、違った違う方向に行っちゃって、どこの学校だか分かんなくなっちゃうわけですよ。これがそこまで日本人がちょっとね、なんて言うんだろう、ちょっと弱気なところというか、ちょっと勘違いしているところであって、日本に来たんだったら外国人の子供にも日本語を教えればいいんです。で、日本語を教えるとね、ちゃんと思考回路も日本人と同じようにある程度なります。私が扱った福建省の立候補者がいますけどね、これ福建省っていうのは中国の、台湾の向かい側にある省で、ここ世界に華僑を輩出していて、昔からね、海外に密航したりなんだりしていって財産を稼いでいる、そういう地域なんですね。そこの人、そこの人たちってね、すごい割と粗暴犯が多いんですよ。で、喧嘩なんかになるとあっという間に集まってきて、やべえ殺せとかってやってるんですよね。で、そういうやつが、そいつがただ一人ね、潜伏12年っていうのを私が使った中で一番長いやつで、ちょっとね、福建人っぽくなくて背が高いんですよ。で、色も白くて、で、割とイケメンだったもんで、で、銀座のデパ地下で働いてました。うん、福建人らしく見えないし。で、なんでそういう人脈でそこに行ったのか分かんないけども、周りのお姉ちゃんたちもみんな優しいから日本語も覚えちゃって、でも日本に慣れてくると、日本語喋ってると心が落ち着くと、やっぱり。いつも、ニハオとか、こういうの、これぐらいの声でこうやって喋ってるのが、だんだんこの声で喋っても、話が通じるんだなと思って、声を低くすると、やっぱり心が落ち着いてきちゃった。でも、これが12年経って、3日って、私が取り調べた後に、いよいよ強制送還というふうになったんですね。そしたら、もう完全にね、日本語喋ってるし、声も高くないから、そんなにハイテンションじゃないんですよ。で、もう12年も日本にいますからね。で、その福建省のその男が、刑事さん、すいません、私この後、福建省に強制送還されたら生きていけるかどうかとても心配ですって言ってたから、福建人が、それちょっとまずいだろうと。昔だったら私は喧嘩とかあるときに、行け殺せとか言ってすぐにやってて、これが大好きだったはずなんですけど、今は歌舞伎町とかね、銀座の夜の銀座とかで、喧嘩やってるところとか、喧嘩とかっていう話聞いたら、もうそんなところに近寄りたくないんですよ。お前それね、福建人として致命的だから早く元に戻れって言ったんですけど、ね、で、まあ結局彼は強制送還されましたけどね、ある程度言葉でね、なんか日本人と同化するのかなというような気もしました。同化しない民族いますよ、これ特別移住者の9割を占めてる。なんでこの人たちは日本語をしゃべってるのに同化しないのかよくわからない、これは、ちなみに特別移住者、昔は 99.7% だったかな、今から15年ぐらい前までは、が韓国朝鮮系だったんですけど、今はこれが 79% ぐらいになってるんですよ。まず特別移住者で代々いたとしてもメリットがなくなっちゃったんです。在日特権という言葉が生まれて、で、問題がクローズアップされて、私も在日特権と犯罪という本を書きましたからね。そうした中で、特権がやっぱりそんなのおかしいだろうということで、いろんな例えば、総連の施設に関しては免税だったりとかしてたやつがどん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 なくなってきちゃって、特別移住者でいる特権がなくなっちゃったって言って、みんな今帰化し始めてるんですよ。ところがこの特別移住者の、子孫までずっと特別移住者ですからね、
韓国系同士で結婚してた人が帰化したというのは、まあ、あるかもしれないけども、韓国人と外国人が日本で結婚してその子供も特別永住者なんですよ。具体的に言うと私びっくりしたのは、今52カ国ぐらいに増えてるんですけども、モロッコ人特別永住者とかイタリア人特別永住者とかいるんですよ。今ごく少数ですけどね。他にもう50カ国にも増えちゃってる。その人たちは韓国の血がちょっと入ってて国籍が違う。韓国人自身がもう日本が長いと在日韓国人社会のこのしがらみって嫌がっちゃうんですよ。嫌がっちゃうんで、うちの息子はちょっとそういうのからちょっと外して生きていけるようにということで、奥さんがイタリア人だったらイタリア国籍とかやるんだけども、それでもその子孫が特別永住者だから、その人もその、イタリア国籍をもらった子供も特別永住者で強制送還ないみたいなね、なんかそういう風になっちゃったりとか、いろいろ難しい話になっちゃうんですよ。じゃあなんでこのような状態が生まれたのかというところ、根本的な問題にちょっと迫っていきますけども、これは私たち自身が直していかないといけない一つの問題ではないかと思います。いろんな原因があるかと思いますけど、私が原因だと思っているのは、学歴社会です。ちょっとご覧ください。こちらこれね、2021年版なんですけども、高卒の子どもたちがその後、どれくらいが大学に行くのかというと、ここに書いてある通り、大学に行く人は、高卒の後の大学に行く人は 54.9%、 短大に行く人は 0.4%。 これご覧ください。赤が女の子、青が男、両方の平均が緑というふうになっています。短大に行くのは、まあ、当然女の子の方が多いわけですからね。で、一般の大学に行くのは女の子の、51.7%、 男の 58.1%、 平均すると 54.9% は大学に行っているんです。で、短大と一般の大学を合わせて高校卒業した後に進学する人っていうのはこんだけいて、平均すると 58.9%、 ほぼ 59% が今大学に入っているんです。だから高卒で終わって就職する人っていうのは4割ぐらいですね。6割は大学に行きます。でもこんだけみんな大学、6割も大学に行くって、大学の大卒の希少性って今ありますか？私がね、すごくちっちゃかった頃、3歳、4歳ぐらいの記憶があるんですけども、隣のお兄ちゃん大学に行ったんだってすごいねっていう話をうちのおふくろがしてたのを覚えてます。その時に聞いたのは、大学ってすごいんだなって思ったんですけども、私が大人になった頃にはもうね、4割ぐらいが大学に行って、今は6割ぐらいが大卒でしょ。で、大卒だからといってもどうなのかなって感じがね、すみません、この中で大卒の方いたら気分悪くなるかもしれないけども、実際にこれが私は問題だと思うんですよ。これ進路の内訳ですね。2020年の現役高校卒業生の進路の内訳として、やっぱりこれぐらいは大学に行ってるわけですね。あとは短大に行く人と、あと、専攻科などっていうのがここにちょっと入ってますけど、専門学校に行く人、こういうようになっててですね。で、大体これとこれ合わせると短大、大卒はここからここら辺ぐらいまでいるよということなんだけども、これはこれでまだいいんですけども、そのうちの奨学金、高卒の6割ぐらいを占めた大学生のほぼ半分ぐらいが奨学金を利用してるんです。これ2012年ここですよね。民主党、あの悪夢の民主党の頃までは上がってたんですよ。で、自民党になったら、ちょっと皆さんが親の稼ぎが増えてきて、借りる人がだんだん少なくなってきたけども、これからまた増えると思いません？今みんな苦しいですもんね。これは大学の中間部が青、それから、修士課程が赤、それから博士課程が緑ってなってます。で、今これを見ると、ここのこのラインが 50% ですからね。ちょっと下がってきたんだけど、また多分この後は上がって 60% とかになるんじゃないかなというふうに思います。つまりこれどういうことかというと、結婚適齢期の男女、18歳以上の結婚適齢期の男女の
3分の1近くが借金持ちって話ですよ。これ大変な問題じゃないですか。だって18歳、まあ18歳でそうですね、これあのどれぐらいの借金があるかというとですね、あ、ここにないな、あの一人平均ですね、どれぐらい借りるのかというのは、これは統計があるんですけども、大体320万とかって言ったかな。で、返し終わるまでが18年です。18年ということは、22で大学出た後に会社を始めても、そうすると40ぐらいのおっさんになっちゃいますよね。それまで借金持ってるんですよ。結婚的利益の3分の1から4分の1近くが。どういう状況かと言いますと、私がカウンターバーで飲んでて、隣にいい女が座ってると。その時に、あ、お姉さん、今日、あ、こいつ借金持ってるかもしれないと思ったら、なんでもないですってこうなっちゃうんですよね。で、まあ、自分に借金があったらナンパできないですよね。それだけで出会いの機会って減ると思いません。もうここによって声かけられないんですもん。で、女の人に声かけられないですよ。借金持ってて真面目なやつほど声かけられなくなっちゃうかもしれないですよ。お、遊ぶ金以前の問題で借金持ちですからね。それで社会人デビューした時から借金持ち、これ私はね、ちょっとね、結構大変な話だと思うんですよ。これちょっと見てみましょうね。こういう状況です。せめてうちの息子もね、人並みに大学ぐらいはとかって言う人いますよね。まあ、この中にも言うかもしれないですけども、人並みに大学ぐらいは。じゃあ、人並みとは何なのかという話なんですね。みんなそういうふうに思ってるみたいですけど、でもお金がないわっていうふうに、奨学金ローン借りよう。で、大学に入れました。こんないい大学に行くかどうかは分かりませんけどもね、大学に行きました。で、4年後に社会人になりました。でもこの瞬間から、借金持ちです。この結婚的歴の3分の1近くの子供たちがね。で、仕事場は工場だとかそういったところが仕事がいっぱい空いてますよということなんだけども、大卒なのに工場で働くなんてっていうのは変な意識ができてきたりします。またこっちのお父ちゃんの方もね、だってお前せっかく大学まで出してやったのに工場で働くと何考えてんだって怒りません？こういう父ちゃんって大体飲み屋に行った時には、飲み屋のお姉ちゃんがね、また注意を聞くためにちゃんと人生相談仕掛けたりとかするわけですよ。私この後どういう風になるのか、このホステスの仕事とかもずっとやってられるかなとかって、そういうね、接近の仕方がありますけども、そうすると大丈夫大丈夫、職業に規制なしなんだから、もっと胸張っていけるよとかって言ってるのが、自分の息子に対しては大学まで出してやったのになんで工場なんて、何考えてんだって怒るわけですよ。こういう父ちゃんいません？この中にいると私非常に気まずい雰囲気になっちゃうんですけど。で、そこに働き手がいないから外国人が入ってきて、あ、いいよって、俺低賃金で働きますよって言ってる時に、この男性は40歳で換算するとこういうおっさんになっちゃって、どうる結婚でもすっかみたいな話だけど、もう無理ですよね。無理っていうふうに言えないけども、ちょっと可能性なくなりますよね。これが私は少子高齢化の、少子化、結婚しない子供が増える、こういったもの、まあ悟り世代なんて言ってますけどもね、悟ってるわけじゃないですから、金がないからできないです。だからね、こっちのね、このぐらいの年代の人たちもね、最近の若いやつらは元気がないとかね、言うけど、元気がないんじゃない、金がねえんだよと私いつも思いますよ。元気がないんじゃなくて、金がないよ。で、大学出たとしてもですよ、こういう状況ですよ。大卒が6割を占める日本のレベル、これでいいんですか、これ。こういうね、反対派のやつが、こいつら、ほら、極左の活動家とか、割と学歴高いとか言うけども、怖い墓地反対って何なんだよ、これ。基地じゃねえのか。おかしいでしょ、こんなの。頭おかしいよ。で、これもね、これどこだったかな、これ東京新聞だったかな。家で外に外出しないで過ごしましょう。ノーゴートゥー渋谷ハロウィーン家で楽しむってわけわかんないじゃないですか。ノーゴートゥー渋谷、ダメな渋谷に行けって書いてあるのに、家で楽しもうとか。あとこの間の反五輪団体、あいつら反五輪ってね、こんなでっかくね、書き初めみたいに書いてるけど、なんか棒一本足んなかったりとかね。
こいつら決定的ですよ。大卒かなんだか分かんないけども、反戦、反核、反平和って、いや、そうも見えないんだけど、何なのこれ、こっちからじゃない。和平、反、核、反、戦犯、戦犯っていうの。でも訳分かんない状態でしょ。これが日本の大卒がね、6割を占めている社会ですよ。これなんかもっとひどくてね、これ広島の、中央公園に集まって8000人、1万人集まって人文字を作ろうと言って8000人集めたんですよ。でこうやって人文字作ったんだけども、これどういうふうに読みます？ノーは、ノーアベって書いたら、これじゃあもうなんか戦争しなきゃアベじゃないじゃないですか。反戦団体が、ね、被爆地の広島に集まって世界を混乱させるかって話を思いますよ。これのね、これのここら辺かな、ちょっとね、そう、ここら辺ぐらいがね、借金持ちの割合ですよ。ここら辺借金持ち、これの半分は大卒、まあここの R まで入ってもいいですけど、大卒。そんだけいたら、この英語がおかしいって誰か一人ぐらい言わなきゃおかしいじゃないですか。ね、だってノーミュージック、ノーライフって言ったら音楽がない世界なんてっていうふうに世界では普通はそういうふうに訳しますからね。ノーはノーアベって言ったら戦争しない安倍なんてなってね。何言ってるそれ、これまで借金持ちですよ。これが日本の現状なんですね。ですからね、これ少子化について政治でどうにかしてもらおうとかね、思ってても政治ではどうにもなりません。なんでかっていうと、政治家になっちゃうと言えることと言えないことがあります。これは政治の問題ではなくて国民の意識の問題なんだよというような話はできないですよね。政治家にはできないどころか、今回立候補した先生方だってこれは言えないと思う。こういうふうになったのは有権者の皆さんの責任でもあるんですよって、私が立候補しながらそんな話したらなんだこの野郎と思うじゃないですか。だからそれはね、参政党の皆さんから出た立候補者でもこれは言えないんです。言えないけどここにこそ問題があるんです。それを解決するのは議員じゃなくて参政党の皆さんですよ。それと参政党に賛同している皆さんです。そうですよ。そういう問題がいっぱい他にもいろいろあります。これは意識の問題であってね、政治の問題ではないんです。私たち自身が、例えばその大学に行って子供に借金を背負わせて、だいたい一人に、ね、18年もかかって返すような借金を背負わせるだけの価値が大学にあるのか、ね、大学に行って何を勉強したいって具体的に分かってて、借金背負ってでもいいからやりたいって子供が言うんだったらやるべきです。私は大学に進学に反対してるんじゃなくて、目的もなしに大学に行く子供たち、もう最初から社会のレールに乗ってね、カタパルト、大学を就職のカタパルトだと思ってる。親もそう思ってる。大学ってそういうとこじゃなくて、さらに深めて学ぶとこでしょ。そのあり方をね、みんな間違えちゃってるんですよ。だから、結婚適齢期の4分の1から3分の1の子供たちが方向を間違っちゃって、結婚もできない。そうすると子供も産めない。そこを外国人で埋めて、労働力不足を補っていこう。でも外国人なんだから母国に比べれば日本の賃金は高いはずだっていう古い考えのおっさんたちが、まあ、8万円もやればいいだろう、母国のお金に比べれば高いだろうっていうようなことを言いながら外国人を酷使してしまう。そうするとこれが将来的に、反日を作り出す可能性があるんですね。ベトナム人なんかもそうです。日本に行ったら儲かるっていうふうに聞いて来てみたんだけども、全然儲からない上に技術も身につかない、そういった労働に、ずっと甘んじて、最終的にはもう日本なんか二度と行くかと言ってみんな帰ってますからね、ベトナム人。だから犯罪発生率も当然高くなってるんです。まあ最後に残り時間5分となりましたのでね、まあ最後になりますけども、参政党というのは私はね、これは先ほど申し上げた通り政治に参加するための党ですから、他の党と違うわけです。当選者出したらあとは俺が票入れたあの先生が頑張ってくれるだろうという話じゃないんです。これ投票して当選させるのはあくまでスタートなんですよ。ここがスタートですから、
その先に私たちがどうやっていくかという話なんですけども、逆に言うと今他の党で腐れてるやつらがいっぱいいますよね。あのなんかあの中国のあのなんだ、あ、例えばね、あの中国の、女ができました、そこから情報を抜けてました、あれ結構あるじゃないですか。でも今の日本大変な状況になっていて、これ国家安全部っていう、これは中国国内でスパイを捕まえる機関の人たちなんですよ。この手帳を持ったやつが今も日本に来て中国人を脅してもらってるんですよ。法銀行の皆さんとか、日本国内でこの手帳を出して脅されたっていう中国人がよりによって私のところに相談に来るぐらい切羽詰まってるんですよ。なんで俺のところに来るのって、俺いつも中国人の悪口しか言ってないんだよって言ってるけど、絶対に共産党とつながってないと思ったから来ましたって言ってね。で、あの少なくともね3例ぐらいはもうあの確認されています。で、お前ら の, あのやってること全部俺が見てからなっていうやつもいたりとかね、そういうような話になっています。そういうのがあると、この国防動員法ね、中国人であれば海外に住んでいてもそれに従わなきゃいけないというこの国防動員法がかなり 効力を持ってきます。私は今まで大丈夫じゃないと、日本人がねしっかりしていれば中国人が日本の中で暴動を起こすなんて言ったら、俺たちが半殺しにしてやるよこの野郎っていうぐらいの気迫を見せてやれば大丈夫だと思ってたけども、今そうじゃなくて実家を抑えられてスパイ行為を働かされているウイグル人もいます。その人たち の, あの相談も私も5人ぐらい話聞きましたけども、まだその人たちは来れるからいいんですよ。でも来ないでやってる、来ないで手伝わされてる人たちがいるんです。そういう人たちは検挙という形で、スパイ行為を検挙するという形で保護してあげないと、ずっと嫌々ながらその仕事をやらされた上に使い捨てにされる可能性があるんですね。だから、スパイ防止法も必要なんです。スパイをとっちめるだけではなくてね、嫌々ながら働かされて、あのスパイの片棒を担がされてるやつらもいるんで、その人たちを逮捕という形で保護してやらないと危なかったりもするんです。でもそういうやつらを受け入れている、そのスパイなんかを受け入れているのはまさに、私の本でスパイという本に書いたんですけども、その本の中に書いてある自民党の某議員であるとか ね、そういった人たちが取り込まれる。なんで取り込まれているかというと、自分に書かないからですよ。これ楠木公がね、正成公がですね、こういう歌を残しています。歌というのも何だか分かんないけども、我に勝ち味方に勝ちて敵に勝つ、これを武将の三将というという言葉があります。我に勝ち、要するに自分がここで金欲しいなとか、な美人来ちゃったな、これできるかなとかね、そういう話じゃないんですよ。そういう話を、そういうことを考えるんじゃなくて、気をつけなきゃいけない。俺にはちゃんと神さんもいるし、彼女もいるし、まあいなくてもですよ、いなくても、これはここで手出すと、これ日本国家のためにならない、参政党俺は支持してんだけど、参政党に迷惑かけるかもしれない、そういうふうに思ったら、まず自分に勝つ、味方に勝つ。これはいっぱいいる、この参政党だけじゃなくてね、周りにそれぞれの職場の中でも、何でもいいですから一つ、誰にも負けない、何でもいいですから一つ技を持ってればと思います。例えばポスティング、さっき言ってましたけどね、私ポスティングダメなんですよ、ギャッとできないけど、この間ね一緒にやってた人もいたらね、すごいスパン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 って入れてる人もいるんですよ。すげえと思っちゃってね、もうね、そういう技は私にはできない。私は演説はできますけども、いや、それぞれね、一人一人いろんな得意技があるはずですから、味方に勝ってください。そういう集団は自分に勝って味方に勝てる何らかの技を持った人たちが敵に勝つんです。そうじゃないと、参政党だって政権取ったとしても、中国、グローバリストとか中国だけじゃなくてね、韓国にすら勝てないですよ。 LINE もやめられないなんて言ったら韓国にすら勝てません。韓国にデータが今全部保存されてますから、いつ使われるか分かんないんですよ。それぐらいの覚悟を決めていただきたいと思いまして、今日はこのネタを持ってまいりました。私もこれから明日はですね、栃木県の方、明後日はそこからさらに今度は船橋に行ったりとかですね。で、なんかこんなこう回らしてくれればいいんですけど、こんなになっちゃってこういうふうに回ってるんですね。明日は栃木県行ってまいりますけども、同じ仲間をね、いっぱい元気づけて一緒に覚悟を決めて、行けるような講演を各地でしてまいりたいと思います。本日はご清聴誠にありがとうございました。本日はありがとうございました。続きまして、こちらは安藤先生の質問コーナーとなります。先ほど皆様にお書きいただきましたアンケートの中の質問に答えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。私この後ですね、今日のうちに、ちょっと離れたところに自宅があるんで、そこに帰らないと明日、栃木県に行けなくなっちゃうんですね。でこっからこれ終わったら本当に申し訳ないですけども、スパッと帰らなきゃいけないんで、サインとか今回ちょっとできなくて申し訳ないですけどね、またの機会にお呼びいただければ、バリバリにサインしまくりますんでね、クリックやりますんで。で今日は、この質問も全部多分ねお答えできないと思います。で今度そのうち近いうちにですね、私と一緒に動画をやってくれる人ができましたので、その方がと一緒にその方が撮影していただいて、私が皆さんからいただいてたまりにたまった質問をですね、片っ端から消化していくという、そういう番組をやりたいと考えておりますので、そちらの方で紹介できない分は紹介させていただきます。はい。でこの質問、今初めて見るやつですからね、今初めて見るやつをここで読んで答えられなかったら俺はどうしようかと思うんですけどいつもねこれね、ビビりながら質問読みますけどね、答えられないことはうまくごまかしますので、そこはスルーしてください。はい。質問内容、下記の問題点など多くて書ききれません。早急に優先順位を決めて速やかに正々堂々と発言と改正を強力に進めてほしいと思います。日本を守りましょう。はい。質問じゃなかったです本当にありがとうございます、はい、次ですね、はい、中国人とビジネスの取引をしていますが、どうやったら中国共産党とつながりがないか分かる方法があれば知りたいです。これ取引に限らずですね、この中にもおそらく中国人の奥さんがいるとかね、息子が中国人と結婚してるとか、なんかないですか。あ、手挙げなくていいですよ、挙げると気まずい雰囲気になっちゃいますから同じような問題なんですよ。で、真っ白かどうかなんていうのはなかなか分からないです。たとえ真っ白な人をね、まあ今私はちなみに独身ですけども、ありえない話じゃないから、一応仮定としてね、ものすごい美人の中国人女性が寄ってきて、でその時には当然警戒しますけども、これが中国共産党と全く関係がないということが分かったらどうするか。そしたらまあその時には、まあ、私は結婚はしないですけどもね、そういうのとは結婚したとしては、それを他の中国人に一切誰にも言わないこと、中国人だけじゃなくて日本人にも言わないこと。なんでかというと、会社で契約しているとかね、パートナーになって何らかの形で関係を持っている、その人がまっさらであっても、つながる相手によっては中国側の領事館であるとか、そういった人が接触してきます、こっちに。だからスパイじゃないんですよ、この人は。スパイじゃないんです。スパイじゃなくても、そのスパイ行為をやらせるために接触してきて何らかの話を取っていく、こういうことがあり得ます。特に参政党を支持している方から、新しい勢力としていろいろ聞きたいことが中国共産党にもあるんじゃないのかなと、はっきり言って敵視してますからね、そこは。中国共産党に関してはね。だからそういう接近の仕方はあると思います。私は講演、今回全部で8カ所だったかな、8カ所でやるんだけども、実は講演内容全部違うんですよ。講演内容は全部違う講師ってめったに、いや、いるかないないと思うんですけども、他のところではそういうのを詳しくちゃんとお話ししています。どういうのはなんだ、スパイ行為がどういうものであって何に気をつけなきゃいけないかというお話はしてますので、まあ、詳しくはまた別の機会にですね、講演公式でお答えできればなと思いますけども、一つ言えることは、まず企業であれば、その企業の中に3人中国人が集まると、そのうちの誰か1人は必ず党の方に報告しなきゃいけないんです。そうすることによって、例えば参政党の中に中国人が3人がいると、中国入ってないですけどね、入ってるのを認知した中国人の1人が誰かが必ず連絡をする。そうするとその人は参政党中国共産党支部になるんです。中国共産党参政党支部の報告した人がリーダーとしてちょっと覚え見てたくなっちゃうわけですね。そういうような仕組みがあります。ですから、中国人が3人以上勤めている企業というのはちょっと
日本の国内であっても、注意した方がいいし、あとはその中国人自身が真っ白であっても誰と接触しているか、これがちょっと私は心配だと思いますね。あとはその配偶者、中国人の方の配偶者が中国人の方っていう方は本当に気をつけてください。その配偶者が誰と接触しているのか、中国人が日本に来て在日中国人社会と完全に切れてるっていう、そういうのは今まで私もさっき言ったその銀座のね12年の、密航者とあと何人かぐらいしか知らないです。中国人自身も特に上海人っていうのはそういうしがらみを嫌がるんですよ。日本に来てまでなんで中国人と付き合わなきゃいけないんだって、日本人の方が意味もなく正直だし嘘つかないし付き合ってて楽って言いますね。これ韓国人も言うんですよ、なんか知らないけど、なんかいろいろ同じ同郷だと手伝わなきゃいけないとか、手伝わないと今度実家の方がいじめられる、村八分にされるなんてのがあるんで、そういう付き合い本当に嫌だって言って、もう日本に来てること自体を誰にも明かさないでこそっと働いてるやつとかが言うんですね。まあ、だからそういうふうに接触を立てるんだったら嫁さんにしても構わないかなと思うけど、そんなことまず普通はできないですからね。そこら辺を気をつけていただければというふうに思います。はい、次のこの2枚から、はい、サイレントインベージョンに対抗して個人でできる対策がもしあれば教えてください。 SNS で声を上げることは力になりますか。はい、SNS で声を上げるっていうのはすごく大事だと思います。向こうの工作としては世論工作っていうのがあるんですね。世論はこうなんだよっていうのを日本人に見せると、日本人ってみんながそうだったらそうなんだなって思っちゃうじゃないですか。例えばもう政府でさえ今マスク外していいですよって言ってるのに、ここに来るまでにマスク外して外を歩いてる人も見ました。ここはねもうみんな外してますけどね、つけてる人どうだよね、つけてる人はつけてるよ、ちゃんと事情はあるんだけども、みんながつけてるからっていうことでつけてる人結構いますよね。私もね、銀座とか集合場所に行く途中に私はいつも外して歩くんですよ。大体つけ忘れてる時、つけっぱなしで忘れてる時たまにありますけどね、苦しいから外して歩きます。でスーツ着て外して歩いてるのは私だけで、外してないやつどういう人なのかと思うと、この真夏の暑い時に革ジャン着てるロッカーの兄ちゃんとか、あとは路上で生活してる人とか、ちょっと変わってる人はマスクしてないんですよ。でスーツ着てマスクしてない人ってほとんどすれ違わないんですよね、こんな暑いのに。日本人ってみんながそうだと言うと、他の理由はどうあれみんながやってるから俺もやるっていう形になっちゃうんですね。だから世論工作に非常に弱いんですよ。そういったところでその向こうも世論工作を仕掛けてきますので、SNS の中でですね声を上げるというのは非常に私は大切なことだとも思います。あとはそのサイレントインベード、静かなる侵略ですね、これにどうやって対抗するかというのは一人一人が、まず取り込まれないようにしなきゃいけない。それと日本に侵略を仕掛けているのは中国だけじゃないですよ。さっき言ったみたいな韓国、LINE の開発者っていうのは韓国の KCIA といって、今は国情院、国家情報院というところの、検索システムを作ったイ・ヘジンという韓国人ですね。これが LINE を作っているんです。で、そういうのは韓国人みんな知ってるんで、LINE 使わないんですよ。みんなやべえと思って、みんなカカオトークとかっていうのを使って、カカオトークっていうのを使ってやってます。で韓国人も日本に来てみたらみんなカカオトーク使ってなくて LINE 使ってるからびっくりしたって韓国人が言ってますよ、あれは韓国の企業ですからね。今でも役員11人のうちの確か5人は韓国人ですよ。1人中国人みたいなのが入ってたから。でその情報というのは皆さんが一緒にほらやり取りする中で LINE の、アルバムっていうのがありますよね。あそこの中に登録したものはあの画像っていうのは日本のサーバーじゃなくて韓国のサーバーにまだ保存してあって、これを日本に持ってくるのは2024年の確か6月以降って言ってましたよ。あと2年もあっちに置いてあるんですよ。で韓国って昔日本に大日本帝国に協力したやつの財産だから没収とかってそういうの作ってますよね、過去に遡って。私たちのこの情報というのはその情報が置いてあるところの国の法律で守られるわけです。LINE の中の
テキストデータ、要するに打ち込んだ文字のデータ、これについては日本国内にあります。画像については韓国にあります。つまり韓国の法律で保護されたり逆に使われたりとかするんですね。それ非常に私はやばいと思います。こういったところから私は政府にも LINE は使わないようにと、そうじゃないと、これがまず静かなる侵略の一つなんだから、こんなのを政府が使ってたら全部筒抜けだよっていうふうに言ってんだけども、自民党の党員に、それが自民党の議員に言うと、でもね LINE 使うとね選挙楽なんですよとかって、お前そんな話してんじゃねえんだよと、これアフレから教えてんだよって言っててもね聞いてくれないんですね。そういうところから一人一人が戦っていかないと、俺はもうそれやばいなと。俺のこの端末の中に、例えば坂東だけじゃなくて国会議員の電話番号からなんかみんな入ってる、これそのまま向こうに行っちゃってるわけですから、 LINE するときにいちいち坂東と LINE するときには電話番号090とかって入れないんですよね。その電話帳からなんかみんな向こうに行っちゃってるんですから、そういう迷惑をかけないようにするために俺は LINE をやめるというぐらいの覚悟がないと、先ほど言った通りグローバリスト、とかね、まあ、ディープステートなんて言いますけども、ディープステートどころか中国とも勝負できない。中国のこの LINE の中身見てもう取ってますからね、中国に委託かけてるんですから。でそこが中国側に見られて抜かれてるっていうのは大問題になって、去年か一昨年問題になってましたよね。それと私たちのそのデータに関しては、韓国にあると。だからグローバリスト、ディープステートどころか中国どころか韓国にさえ勝てないんですよ今の状況だと。これに勝つためにはどうするかというと、一人一人が目を覚まして、そういうやつらに関わるようなやつは使わないというふうに決意しないと、さっき言ったみたいに自分に勝てないやつが何万人束になったとしてもどこの国にも勝てないですよ。厳しいこと言ってますけど、私は参政党の皆さんに期待するからこの話をしているんです。他の党のやつらにこんな話したって、自民党に話したってもう全然ダメ、話にならない。でも参政党の皆さんは今新しくそういった中国だけではなくてね、日本を支配の中に組み込もうとしている勢力と戦っていこうということで今こうやって集まっているからこそ、私は期待をしているんです。ですからこういったところをねクリアしながら、私は一緒に戦える仲間がいたらいいなと思っていろんなところ公演回ってます。参政党の皆さんがその仲間であるというふうに私は思っておりますし、それでこうやって生きておりますので、ぜひこれから一緒に皆さんと戦ってまいりたいと思っております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今回参議院選挙で神奈川県より出馬いたします藤村明子より皆様へお訴えさせていただきます。